皆さんこんにちは、チェです。今日はこちら、はい、私実はですね、この間周上村の表参道のね店舗に行ってきて、ちょっとお買い物をしてきたんですよ。そしてですね、ものすごいお気に入りを発見してしまいました。それが何かと申しました。続きは動画の中でご覧ください。気になる方はこのままご覧ください。どうぞ。早速始めていこうと思います。まずはね、下地はこちら、周上村 UV アンダーベースムース CC のベージュっていうカラーですね。 SPF35 の PS3 プラス入ってます。で、これをね購入してから約ね1週間ぐらいかな、つけてみてるんですけれども、これがねいいんだと思う。次に紹介するファンデーションもいいのかもしれないんだけれども、なんかこのベースのおかげですごく、あ、こっちもいけるかな、ロングラスティングになってる気がするんですよ。なんか私はそのカラーコレクティングっていうイメージでこれを購入したんだけど、この下地の目的として、こう毛穴をね目立ちづらくしたりとか、ファンデーションをねロングラスティングにする効果っていうのもあるみたいで、それがね明らかに効いてますね。最近の崩れにくい化粧下地の中でダントツこれいいと思います。本当にね綺麗なベース作ってくれるの。なんで早く使わなかったんだろうっていう風に思ってるぐらいめっちゃいいです。ハイエンドコスメだと今まではそのマックの下地が一番崩れにくいなと思ってフォーミュラが変わってから使ってなかったんだけど、そっからね何の下地がいいかなっていうの、ハイエンドでは全然分かんなかったんだけど、これですね本当に。じゃあファンデーションいきます。ファンデーションはこちら、はい、こちらね最近一番新しく発売された周上村のザ・ライトバルブフルイドの、私のカラーは764番っていうカラーです。ミディアムライトベージュって書いてますね。確かこう標準色っていう風に書いていたはずですね。周上村のコスメはこう全世界で売られているんだけども、やっぱりねこうアジア人を結構メインにこうファンデーションとか作っているので、すごくねファンデーションの色見つけやすかったりするかもしれないです。特にねこう黄みの強い肌の人とかはいいと思いますよ。で、このファンデーションもね結構使ってみています。この1週間ほど、感想としてはですねめちゃくちゃいいですね。なんだろう、この下地とのコンビネーションかな、わかんないんだけどもすごくいい。あの毛穴をちゃんと綺麗に隠してくれる感じもありつつ、そう、まずすごくね発色が良い、フルカバレッジなんですよ。今濡れたスポンジで叩き込んでるんだけども、あ、すっごい明るく、結構ねセットするのが早いです。エスティローダーのダブルウェア、あれを想像したらいいんじゃないかなと思います。結構こうピタッと密着するまでの時間が短いので、すごく早くブレンドする、または半眼ずつやるといいかなって思います。ごめんね、ちょっと太陽が出たり入ったりしてて、はい、今これでねワンパンプ分なんだけれども、コンシーラーの代わりにもなるぐらいのカバー力なので、足りないなと思ったらちょっと少量こう出して、でまたで重ねてあげてもすごく綺麗に仕上がります。で、崩れにくいファンデーションなんだけど、仕上がりはねこんな感じで、セミマットっていう感じかな。マットなんだけれども、ちょっとほらいい感じでツヤ感も残ってるよね。それがねすごくいいところなんじゃないかなと思います。そしたらパウダーはね持ってないので、自分のパウダーでセットして戻ってきます。はい、パウダーと今アイブロウを若干だけ薄くパウダーをのせて戻ってきました。でね、次使うこのアイブロウペンシル、
これね、すごく有名だよね。ハードフォーミュラのバーガンディっていうカラーを購入しました。そう、この間髪の毛染めて結構ねバーガンディになったんだけども、何回か洗ったらやっぱりねちょっと落ちてきてしまったので、これ1本で仕上げるとすごい真っ赤みたいな感じになっちゃうので、ちょっとブラウンを仕込んで形作りにね、このバーガンディをのせていきます。私今回このシューのハードフォーミュラっていうアイブロウペンシル初めて使ったんだけど、いいですね。まあ、削らなきゃいけないっていう手間はあるかもしれないですけど、これ購入したらこう店頭にね持っていけば、なぎなた削りだったっけ、あれをやってくれるみたいなので、今回はね時間がなくて削ってもらえなかったんだけども、ちょっと次回持ってって削ってもらおうかなと思います。でも私ね、小学校の時鉛筆削り持ってなかったんですよなんかみんなこうやってぐるぐるやるやつあるじゃん、あれ使ってたんだけど、なんか私の父がねカッターで削ることにすごいこだわっている人で、毎日ねそのカッターで削ってくれてたのね。でちょっと大きくなってからこう自分でねカッターで削るようになったので、すごくねこう鉛筆とかを研ぐのねすごい得意なんですよねなのでまあ自分でも削れるなと思いながら見てましたが、でもねちょっと一度そのシュー・ウェムラのアーティストに削ってもらいたいですね。でブローマスカラはね購入してないので、 XL のもので仕上げていきます。はい、そしたらカラーメイクをしていこうと思います。でね、最近シェーディングあんまり入れてなかったんですよね。ちょっとここら辺のねテクスチャーが気になってるのがあったので、なんかあまり入れたくないなと思っていて、こうチークでこうバランスを取ることが多かったんだけど、今回購入したねチークのカラーもそのバランスがすごく取りやすいのでおすすめだなと思って紹介させてください。このカラーですね、 M750BXR0479、 このカラーをこうチークを入れる位置とブロンザーが交わるぐらいの位置にこう斜めに持っていって、ちょっとね顔にこうあったかみを入れて、かつ陰影も出すっていう方法でのせてましたね。このカラーがね本当にね絶妙なんですよ。ピンクでもなくベージュでもなく紫でもなく赤でもなくブラウンでもなくみたいなカラーなんだけども、本当にね馴染みやすくて、秋にぴったりなカラーなんじゃないかなって思います。すごくね綺麗な色、なんかここで見るとねうんっていう感じかもしれないんだけど、でこのねちょっと前に発売されたマリオコレクションの時についてきたこのカラー、まあちょっとピンクっぽかったらみんな使う時なんでもいいんじゃないかなと思うんだけど、でここにねちょっとだけポップさせていきます。そう、こういうねデュオチークにすることで、ブロンザーなしでもねちょっと立体感と、キュッと締まった感じっていうのは生まれるので、ここら辺テクスチャーがあって気になってる方はぜひこのテクニック試してみてください。あとねシューウェムラにはこのマットの白いアイボリーカラーのハイライターが売ってるんだけども、これすごく便利で、ハイライター入れたいんだけどテクスチャー目立つわっていう方はこれでねこうハイライトしたいところをハイライトするとこう綺麗にねブライトアップしてくれるので、すごくねおすすめです。私ねメイク始めた当初ぐらいこのシューウェムラのこのカラーハイライターとしてよく使ってましたね。あの時は光でハイライトするっていうよりは白を使ってちょっと前に出すみたいな感じのメイクをしてたので、すごくねテクスチャー目立つ時とかおすすめです。あ、急にくしゃみが止まらなくなってしまった。ちょっと鼻が聞き苦しかったらごめんなさいね。じゃあアイメイク行こうと思います。アイメイクはこのね一番人気色だったかな、このブラウンのシマ感があるものなんだけど、これを指に取ってアイホール全体に入れていきます。もうなんか恐れずにこんな感じ。これすっごい発色が良くて、かつねブレンドしやすいので、指でつけてもすごくね使いやすいと思います。
で、こんな感じで二重幅ぐらいまで乗せたら、今日は誰でも挑戦しやすいような感じにしたいので、このね、新しく発売されたこのイエローをブレンディングブラシにとって、このね、本当に上あたりと、目のくぼみ。ない人は本当にそのすぐ上、境目をこのイエローでぼかす感じで、なんなら本当に重ねちゃっても大丈夫。色がなくなったなと思ったらだんだん上に持ってって上にぼかしていきます。取ったでしょ。取ったら本当にもうここら辺重なってる感じ、ワイパーモーションで、あ、色なくなってきたなと思ったら上の方まで行ってこうブレンドアップする感じ。そうすると黄色っぽいクリスのニュアンスが出たんだけれども、まだねブラウンも残っている感じで、挑戦しやすいねブラウンとイエローのルックになると思うんだよね。で、目の下はお好みで、あの、入れるもよし入れないもよし、私はちょっとこのブラウンだけ目尻3分の2ぐらいまで入れていこうかなと思います。そしたらアイライナー、アイライナーはこちら、はい、シュウウエムラのラスティングソフトジェルペンシルのパープルブラックっていうカラーですね。あの、ブラックじゃなくてちょっとパープル寄りのブラックです。これをここら辺の際あたりに入れていきます。で、フォーミュラとしては結構ね、ここに塗るとクリーミーなんだけど、私みたいにね、結構年齢を重ねた目元だと、あのキャンメイクのラスティングジェルアイライナーの方がクリーミーかなと思います。でもね、こっちもまあまあクリーミーなんですよ。なので、 そこまで目を抑えなくても描ける感じ。ただ比べるとキャンメイクの方がクリーミーかなっていうのはあります。でもこのカラーがすごくねユニークで、ソフトなね目元を演出してくれるので、気になる方はねぜひぜひ見てみてください。はい、そしたらマスカラをして戻ってきます。はい、マスカラをして戻ってきました。そしたら最後リップ、リップはこちら。はい、これはですね、渡辺直美ちゃん、私も大好きなんだけどさ、直美ちゃんとシュウエムラがコラボして作ったリップですね。ルージュアンリミテッドのこのね、直美ちゃんがこだわって作ったカラーと言われるこの584番なのかなっていうカラーですね。つけていきます。で、これはこうベタっていう感じで塗っても綺麗なね、こう朱色のレッドリップなんだけど、なんかそうすると結構このアイメイクと喧嘩してしまう感じがあるので、ちょっとね指にとって、はい、仕上がりはこんな感じです。いかがだったでしょうか。今日はシュウエムラのお店に行って、実際に私がねちょっと気になってたものをピックアップして、購入したものを使ってこのルックを作ってみました。このメイクはね1週間ぐらいしていて、あのね、ファンデーションと下地の良さっていうのはね本当にね実感済みです。本当に、なんでこの下地結構前からあるんだけど使わなかったんだろうっていうぐらい、もう夏は過ぎてしまって、結構ね肌寒くなってきているので、あの夏の暑い時期にこう検証してきたものとかっていうのとはあまり比べる対象じゃないのかもしれないんだけれども、でもこの間も結構暑かったし、暑い寒いをね最近ちょっと繰り返しているんだけども、そんな中でもあの全然汚く崩れないし、すごいすごいんですよ、すごいんですよ。唯一崩れるとしたらこのメガネの跡、でもこのメガネの跡に関しては絶対つくものなので、そうなのそうなの、だからねすごくねいいなと思ってました。あのピタッと感っていうのがねすごい、多分これね使ってで見てもらったら分かると思うんだけれども、すごくね心地が良いですね、一日中。
でさっきも言ったんだけどね、今日使ったこのチークのこのカラーがね本当にね絶妙ですよね。ブロンザーとか使いたくない人はねこのチーク本当におすすめします。すごくね綺麗に顔をねシュッと演出してくれると思います。でアイシャドウに関してはすっごいカラーのねバラエティがあって発色もいいしブレンドしやすいのですごくねいいなと思いました。こういったねこのイエローとかこの絶妙なイエローとかはなかなかなかったりするので、欲しかったんだけどなかなかこのドラッグストアにもデパゴスにもないわっていうようなクリースのカラーとか周上村に行ったら見つかるんじゃないかなって思うぐらいたくさんねありましたね。でファンデーションと同様ぐらいに気に入ってるのがねこのナオミちゃんとのコラボのリップですね。このカラーがもう本当に可愛い、なんだろうな、ブリックカラーテラコッタみたいなカラーなんだけどすごくね私みたいなこう暖色系が好きな人にはもうたまらないカラーなんじゃないかなと思います。ハリウッドレッドみたいなブルートーンが強い口紅をするとすごく浮いてしまって、でもレッドリップつけたいっていう人はぜひねこういう感じのレッドを探してみたらいいんじゃないかなと思います。一瞬ね売り切れちゃってたんだけど私が行った時は再入荷してナオミちゃんのコレクションあったのでぜひぜひ気になる方は見に行ってみたらいいんじゃないかなと思います。はい、今日も最後までご覧いただいてありがとうございます。私もね久しぶりにシュウエムラのお店に行ってクレンジングとかはちょいちょい使ってたんだけどファンデーションとかは本当に久しぶりに使ったなと思って改めてねいい商品だったなって思うものがたくさんあったので皆さんもねぜひぜひ特にこの下地とファンデーション試してみてもらいたい何かね皆さんのお買い物の参考になったら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。